iPhone で Android でででもも使えまますタテですすおおなりクラファン情報局へようこそ今回はモバイルバイピークデザインという製品をチェックしてみましょうこの製品は Android でも iPhone でも使えるマグネット式のですねアクセサリーシリーズですたくさん製品がありますよスマホケースはもちろんのことですねカーマウント自転車マウントバイクマウントあと壁にマウントするウォールマウントとか ですね三脚なんかがあります。とにかくね。ラインナップが豊富です。そして実用的かつ洗練されたデザイン、お手頃な価格というですね。ま3、あ、拍子揃った、えー、製品アクセサリー群になっているので、これはねとにかく注目です。クラウドファンディング好きの方ならきっとご存知なんじゃないでしょうか。そしてですね。カメラ、アクセサリーとかバックパックが好きな方もね。見たことがあると思います。三脚とかね、あのー、カメラバッグなんかですごく有名なクラウドファンディング初のブランドです。このプロジェクト、えー、製品の配送予定がですね。2021年の5。 ままだだ先ななんでですすすけけれども、まあ、ピークデザインだけあっててねとにかく大きな注目を集めていますあのプロジェクトが、ねえー、告知されてから発表されてからまだ間もないですが既にすでに1億円1億円を突破するですね金額支援を集めているというところでもですねすごい話題になっているプロジェクトなんですねではこのモバイルバイピークデザイン何が特徴かというのをですね、まあ、分かりやすい写真で見ていきましょう、えー、iPhone とですね、えー、スタンドを使用する場合はこんな感じです マグネットでパチッとくっついてですねもちろん充電もできますさらに、えー、ほぼあらゆるケースやスマホに貼り付けられるユニバーサルアダプターというですねまあシール型というのかなの、えー、アクセサリーも販売されています販売じゃないね、えー、クラウドファンディングで支援を募っています アップル純正のマグセーフは、えー、あくまでもですねアップル製品のためのもの iPhone12 以降の、えー、ためのものですがこのモバイル Y ピークデザインはですね、えー、貼り付けることさえできればほぼあらゆるスマートフォンに対応できるというところが大変大きな魅力ですもちろんねフェルトみたいな、えー、表面がふわふわしたものであったりとかあの激しい凹凸がついているーケースとか、えーま、スマホもあるのかなだったりすると貼り付けることができませんが一般的な TPU やポリカであればですねぺしゃっとくっつくことができます 3M 製のものもを採用しているそうですでは、モバイルバイピークデザイン、実際にどんな、ね、製品があるのかというのがですね、主なラインナップを見ていきたいと思います。まず一つ目は、えー、キックスタンド兼カードウォレット。これ、いいですよね。スマホや p h ハ n e の後ろからね、パタッと足を出してですね、立てることができます。まあ、言ってみれば、あのマイクロソフトのサーフィスみたいな感じの足、キックスタンドって言ったりもしますけれども、が出てくる仕組みなんですが、そのキックスタンドにですね、カードウォレット、例えばまあ、社員証みたいなものとか、学生証みたいなものとか、 あとね意外と便利なのはあのホテルのカードキーとかですねをスッと入れることができるという使い方ができますね次はチェストリグですこの肩とか胸のところにですね iPhone を取り付けて撮影ができると、まあ、いわゆるアクションカメラの代替みたいにした iPhone が使うことができるというマウントですね最近の iPhone はですね広角レンズついていますし手ブレ補正もね iPhone12 ではセンサーシフト式のものが入ってかなり強力になっているのでこのマウント結構使い勝手いいんじゃないかなというふうに思います ちなみにこの写真、よく見てみると、ですね、このモバイルバイピークデザインのアクセサリーをつけた iPhone がついているです、ね、このマウントの部分もピークデザインのアクセサリーで、バックパックもピークデザインのものです。あの全部揃うよみたいな、ね、感じになってますね。そしてバイクマウント、これはね、面白いですね。マグネットでバイクにつけて大丈夫なのと思うかもしれませんが、ちょっとそこの仕組みはですね、後ほど詳しくご紹介します。次は三脚。 これはですねやっぱりピークデザインは写真とかカメラのコミュニティとねこう関わりが深いブランドなのでかなりしっかりした作りのね三脚をえ出してきていますねこれはえこの写真のように横向きで使うこともできますし縦向きで使うこともできますあとですね専用の自撮り棒みたいなものとですね合体させることもできるそうですではこのモバイルバイピークデザインのロック機構について少しお話ししていきたいと思いますこの製品が持つロック機構の特徴はソフトロックとハードロック2つのですねロックの仕組みがあると いう点ですマグネットのみのソフトロックまあ何ていうのかな簡易ロックというか、ね、スピード優先ロックというふうに言えばいいのかもしれないですがこれはね机の上だったりとか、まあ、壁に貼り付けたりとか、まあ、万が一落ちたとしても iPhone がこう致命的なダメージを受けないというようなシチュエーションで使用することを前提にされたものです。着脱のスピード重視 簡単ささ素早さ重視とということですね一方ですねバイクマウントみたいなものとかチェストリグみたいなガチッとロックできること強度が優先される場合はですねハードロックという仕組みになりますこれどういうふうになっているかというとケースとかねユニバーサルアダプターの後ろについているですね四角の何というのかなこのパーツが見えたと思うんですがこのパーツのとこに極薄の爪を挟み込むことでですねガチッとロックできるようになっているんですね。 でしかも、この爪は簡単にあのクリップパーツを押すとあの引っ込むようになっているので着脱も簡単という仕組みなんですね。というわけで、このです、ね、マグネットとあとマグネットプラス爪がついているロック機構を採用することで、まあ、ほぼあらゆるシーンにです、ね、対応できる、まあ、いろんなアクセサリーがです、ね、パチッと素早く iPhone とかスマホに Android スマホにつけられるという製品がモバイルバイピークデザインです。ざっと主なラインナップどんなものがあるかというのは写真でまとめてご覧ください。ドンいっぱいありますね。 えー、エブリデイケースというものとか、えー、ユニバーサルアダプター、これがアンドロイド用ですね。まあ、ひょっとしたらですね、ウィンドウズフォンとかね、あのー、ブラックベリーとかにも付けられるかもしれませんね。で、ユニバーサルバイクマウント、えー、モーターサイクルシステムマウント、ワイヤレスチャージャー、その他ですね、たくさんたくさんやるラインナップがあります。でしかもですね、えー、ケースとかが3200円だし、ユニバーサルアダプターも、まあ、1600円ぐらい、まあ、16ドルぐらいということで、値段もね、そんなに高くないですね。 ピークデザイン結構プレミアムラインナップみたいなイメージありますけど結構手軽な値段できてるなというところはいいですねでちなみに日本への送料はですね約2ドルから210円からとなっていますのでさすがに無料ではないですがこの金額の送料だったらありだなというふうに思いましたプロジェクトの締め切りやえフルのラインナップそしてですねより詳しい製品情報は迷子になってしまいますけれどもピークデザインのページでご確認くださいこの動画の下の概要欄にリンクを入れておきます というわけで、今回の動画の内容が気に入っていただけたら、ぜひ評価をお願いします。そしてまたの方はチャンネル登録とベルアイコンをタップしての通知のオンをお忘れなく。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。